時は橋は福岡県北九州市小倉北区の紫川に架か,かる橋で日本百名橋に選ばれた。長崎街道、中津街道、秋月街道、文字王冠の木、終点でもあった。今日ある橋は北九州市のマイタウンマイリバー整備事業の一環として1995年3月にかけ変えられた。紫川下流に架か,かる住橋には海、石、 太陽など、それぞれ自然にまつわるテーマがあり、時は橋は木の橋となっている。主要部には、ボンゴ資材、コーラン手すりには、ーク材が使われている。なお、自動車が通れない、人道橋である。橋の西めには、江戸時代後期の橋脚、東めには、明治時代に設置されていたものを復元した、広告塔や井の唄だたか、測量200年記念碑がある。 1611年、筑前六宿が整備された。遅くとも1624年9月までには、橋が架けられた。当初から幕末まで大橋と呼ばれ、元禄からは、時は橋とも呼ばれるようになった。参金交代や外国文物、産品の往来のほかに、武士が多く住む西玄和と町人が多く住む東玄和を結ぶ橋として、上流にある文後橋と共に使われた。 明治時代、県の直轄管理となり、鉄橋となったが、上流に勝山橋、紫川橋ができると、その役割は小さくなっていった。北九州市のホームページ橋は、交通空間、そして町のシンボル、ありがとうございます。